はい。お疲れ様です、えー。今回の動画はですね、座標から距離と角度をですね、計算しようということで、今回現場測量2回目ということになります。例としてですね、このような平面図を用意させていただきました。基地点 t1 にですね、トータルステーションを据え付けて、t2 を指順して0セットします。そしてこちらのナンバーにですね、こちらの測点を水平角度と距離を計算して、 ナンバー2の側点を復旧しようということでですね、その計算をお話しさせていただきたいなと思います。t1 ですね、こちらの座標と t2 の座標、それからナンバー2の座標が分かっているという状況ですね。こちらを計算していきたいと思います。計算の流れなんですけども、まずは3つの座標点ですね。こちらのように線で結んで三角形を作ります。で、三角形の3辺の長さをですね、 三平方の定理を使って計算しますそれからこちらですね3辺の長さを使って余弦定理からこちらの t1 の角度をですね計算していきたいなと思いますということでですね早速お話ししていきたいと思うんですけどもまずは3辺をですね線で結んで三角形を作りますということですね続いてこちら t1 から t2 のこちらの 斜めの線ですね。こちらを計算していきます。最初にですね、各側点ですね、t2 と t1 のこちら、xy 座標ですね。こちらの座標値の差をですね、計算していきます。えー、まずは x 軸ですね。157.427マイナスの t1 の x 軸44.952ですね。こちらを計算すると112.475メーターですね。で、続いて y 軸ですね。32.203メーターマイナスの122.744ですね。こちらの座標の差を計算すると90.541メーターですね。この直角三角形を使って三平方の定理でですね、こちらの 長さを計算してみたいいと思います112.475の事情プラスの90.541の事情ですね。で、これをルートしてやると。そうすると、144.389m というこちら t1 から t2 の距離が計算できます。はい。続いてですね、t1 からナンバー2にですね、こちらの距離を計算してみたいと思います。先ほどと同じようにですね、 座標値の差をですね、それぞれ X 軸と Y 軸を計算してみたいと思います。まず X 軸ですね、X イコール94.157マイナスのこちら44.952ですね。これを計算すると49.205メーターという数字になります。こちらですね。次 Y 軸、122.744と191.314のこちらの差ですね。これを計算すると 68.570m ですね。こちらですね。で、この直角三角形から三平方の定理を使って距離を計算します。49.205の事情プラス68.570の事情ですね。こちらをルートしてやると 84.398m という距離がですね、計算できます。で、最後ですね。t2 とナンバー2のこちらの距離ですね。 を計算します先ほどと同じようにですね、X 軸と Y 軸の差をそれぞれ計算していきます。X 軸ですね、157.427と94.157のこちらの差ですね、これを計算すると 63.270m。そして Y 軸ですね、32.203と191.314ですね、こちらの差を計算すると159.111と。 いう数字になりますでこの直角三角形から三平方の定理を使ってですねこちらの距離を計算します63.207の事情プラス159.111の事情こちらをルートしてやるとこちらの距離ですね 171.229m という数字になりますこれでですね3辺この三角形の3辺の長さがですね 計算できたとということになりますで続いてですね水平角度ですねナンバー2までの水平角度を計算しようということで、えー、三角形の3辺の距離を計算したので t2 を0度とした場合のですね ナンバー2までの水平角度を計算してみましょう。ということで、予言定理を使って角度を計算します。こちら予言定理の公式になるんですけども、まあ、例えばこちらですね。角度 A に対して、遠い面が small a の辺の長さということなんですね。角度 B に対して、遠い面の長さが small b ですね。角度 C に対して、遠い面の長さが small c と。ということでですね。 計算をしていきます今回こちら t1 のこちらの角度を計算しますので対面の長さ171.229ありますねこちらを事情イコール144.389の事乗プラスの84.398の事乗マイナスの2 × 1 4 4 3 8 9 × 8 4 3 9 8 ×サインの t1 ですねこちらの角度。 ということになりますでこれを計算していくとですね、このようになっていくんですけども、最後ですね、c o s t 1イコールという形になるので、アーク c o s ンですね、こちらにして計算すると、T1 の角度が93度10分15秒という角度になります。はい、これでですね水平角度が計算できたということですね。はい、計算結果になります。 t1 からナンバー2ですね。t1 からナンバー2までの水平角度と水平距離を計算した結果をまた見てみましょうということで、1番目ですね。t1 にトータルステーションを据え付けますと。で、2番目に t2 を始順して0度セットをします。トータルステーションの水平角度を93度10分15秒に合わせますということですね。ぎゅーっと振って、この角度に合わせるんですね。最後、t1 からですね。こちら、トータルステーションから え水平距離を測ってですね、84.398メーターの位置に、えー、ピンカー、それから杭をですね、打って、ナンバー2の位置を復旧すると、復元するということですね。はい。ということで、今回ですね、計算方法のお話は、これで以上となります。最後、ちょっと簡単にですね、まとめさせていただきますけれども、えー、今回の動画はですね、平面直角座標を使った水平角度と水平距離をですね、 関数電卓を使ってて計算してみましたまず1番目として、3つの座標点を点で結んで三角形を作りますと。そして2番目として、三角形の三辺の長さを三平方の定理で計算します。で、3番目ですね、この三辺ですね、こちらの三辺の長さを使って、予言定理から最後角度をですね、計算します。ということで、 えー、今回こちらの計算方法についてですねお話しさせていただきましたはいということでですね今回の動画は以上となりますはい、えー、私のチャンネルはですねこのように土木の現場のことについてですね発信させていただいておりますもしよろしければですねチャンネル登録していただけたらなと思いますこの他にもですね同じ内容でブログの方もやらせていただいておりますもしよろしければそちらの方も覗いて 見ていただけたらなと思います。はいということで、えー、動画をですね長時間最後まで見ていただき本当にありがとうございました。